この冬一番の強い寒気が流れ込んだ県内。日田では最大で8センチ、中津で最大3センチの積雪を観測。国東市の郵便局では職員が駐車場の雪かきに追われていました。また今年も来たかというような感じですね。寒いけど頑張ってですね、やるだけです、はい、お客さんのためにですね。一方、路面の凍結による影響も出ました。別府市では坂を登れない車が続出。警察官が車を押す事態となりましたが。作業中に滑って転倒するなど非常に危険な状態となっていました。 TOS の調べでは雪や路面の凍結が原因とみられる事故がおよそ80件確認されています。現在も高速道路では一部区間で通行止めが続いています。雪のピークは過ぎましたが、道路の凍結などに注意が必要です。